どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇の新名哲郎でございます。新名回ってみました。よろしくお願いします。どうも吉本新喜劇新名チャンネルでございます。よろしくお願いします。今日も、ステイホーム企画継続中でございます。今日もですね、作家の辻村くんから誰かの動画が送られてきておりますので、早速見たいと思います。よろしくお願いします。さあ今日は誰なんでしょう。さあ再生ボタンいきますよ。再生ボタン、ポッポッ、なんだこれは、ポチッと。皆様、はい、どうも、吉本新喜劇の鮫島いけです。鮫ちゃんですね。鮫ちゃん出てきましたね、いよいよ始まりました。鮫島ゆきえチャンネル。いや、ちょっと待ってください、待ってください。もう乗っ取ってますね、サメちゃんが僕のチャンネルを。鮫島ゆきえチャンネルで言ってしまってますから、すみません、止めてしまって。どうぞ続き。いつもの行きます。いつもの鮫島。いや、ニーナナーニー、やめ、はい、パクるな。今日はですね、皆さんご自宅にいらっしゃって、そうですね、お料理も作られたりされてる方もいるかと思うんですが、女性とか、ね、私もですね、家の料理動画を撮ります。はい、料理動画。今日はですね、今回は鶏胸肉のチリソース、中華料理っぽい感じのを作っていきたいなと思います。あらら、いいじゃないですか。イエーイ。何ですか、このダンスは。何ですか。まあ、少しですね、私大学の時に中国語を習っておりまして、そうなん、得意ではないんですが、ちょっと料理に対する意気込みをですね、中国語で話したいなと思います。あ、中国語できんの。大家好、我叫赵德信惠、我爱你们，我努力做饭，请多多关照。さあ、なんて言ったかわかりますか。わからんわ。ちょっと待ってください。わからんわ。誰がわかんの。すみません、わかりません。なんて言ったかわかりますか。な、正解は頑張ります、それだけかい。何しとんねん、何しとんねん、サメちゃん一人で。はいはい、それでは始めます。意気込みだけはいいですよ。まずですね、はい、鶏胸肉、これね、私生活感すごいですけど、ほう、あの牛乳パックみたいなのをね、はい、お肉の時はこの上で切ってます。あ、牛乳パックや、やばい。これをそぎ切りにします。おう、さあ、うまくできるでしょうか。それうまくやってくださいよ。知ってるのかな。でもこう料理を作ることでリフレッシュになったりはしてるんですけど、きっとね、もうご家族もいらっしゃって、毎食ご家庭で作られる担当の方はもうえらいことやなとね、思うので、なんかちょっとこれを見ながらちょっと作ってみようかなとか、なんかね、一緒に作ってるような気持ちとか、なんかなっていただけたらいいなと思います。ちょっと待ってください、話まとめてから喋れ。ほんまに、なんかなんかばっかり言うて全然話分からへんやないか。ちょっと今日というか今回おしゃれにしてますね。なんかサメちゃん全然部屋着でいいのよ。サメちゃん、皆さん部屋着だみたいなの、サメちゃんファンの方はね、すいません、すいません、すすぎ直そう、取り乱しました。ね、バランスも、ね、バランスも考えて、お野菜も取らないとダメやし。なるほどね、一人暮らしやね。もう私も最初はね、はい、張り切ってやってたんですけど、はい、最近は丼ぶりとか、うん、多くなりましたね。丼ぶりの話、まあ、それでも楽しんでやってます。楽しんでんのか。ちょっと良かったですね。本当お化粧してなかったので久々したんで、ちょっとチーク濃いな。あ、化粧久々にしたんですね。まあ、みんなね、やっぱ家ですか、ステイホームですから。はい、切れました。もうほっています。これもね、もうポイできるんでね、ワクチン洗い物も減ります。ありがとう。あ、なるほど。はい、で次はちょっと少なかったな、胸肉。多いんじゃん。これに片栗粉大さじ2。うん、何やの、大さじ2でどこ行った。すいません、電話かかって途中で切れちゃいます。電話かかってんだ。どのタイミングで電話かかんねえ、ほんまに。ねえ、すいません、続きどうぞ。はい、すぐ焼きますよ。はいはいはい。
か前もね、ニーナ兄さんと、はい、ひでこ姉さんと吉岡とんちゃんと4人で、はい、オンライン飲み会っていうんですかね、したんですけど、まあ、LINE 電話で4人で飲み会しました。なんか結構ね、女性はなんだかんだ1人でやってますけど、ニーナ兄さんとか男性の方がオンライン飲み会よくしてはりますねっていう話をして、そうですね、男性の方多いですね、結構みんなでお兄さんの現状、ご飯も何食べてるのか聞いたり、本当にみんながお母さんみたいでした。そうやね、みんなが僕の食を気遣ってくれて、みやさん食べてますか、ちょっとね、胸肉少なかったですね、知らない、ちょっと焼き色がつくまで。何のダンスやってんの、一瞬何のダンスや、それはサメちゃんダンスか。はあ、いい感じに焼けてきたのでソースを入れたいと思います。ちょっとね、薄くそぎ切りにしたので火が通りやすいかと思います。おう、ソース作りは取らなかった、基本ずっと中火でやってます。おいしそう。いや、映ってないよ、おいしそうな画面が。やっぱ片栗粉のおかげでプリプリしてますよ。プリプリダンスいらんねん。じゃあネギも入れます。ネギ、はい、ネギ入れました。後ろの黒巻きになるな、どうでもいいですけど、締めるやつ締めといてくれ、そう気になるな、締めらんな、いい感じ、いい感じなんですか。これ菜箸ってこの紐ね、やっぱいるんかな、知らんがな、菜箸の紐長いやつな、できました。見えないか、もう焼いてる間にですね、はい、ビールを冷やし、ビールのグラスを冷凍庫に入れ、いいですね、準備万端でございます、はい、換気扇の音大きいな、美味しそう、やばー、やっぱりこう食に興味のある人がいいな、理想のタイプは。これすみません、僕にちょっと待ってね、理想のタイプは食に興味ある人いいな、これちょっと僕をディスってますね、これは、はい、僕あんま興味ないです、食に、これ僕をディスってるっていう、これはサインですね、これね、はい、で、決して付き合っておりませんので、大丈夫です、大丈夫ですね、ネギ多かった、まあ、いっか、全然料理つらんな、よーし、あ、落ちた、できました、サインした、色が黒く見える、じゃあ、あちらにレッツラゴー、こっちに行く、お、一旦また止めましたね、あ、来た、はい、今日の食卓、え、卵作ってた、うん、なんかキュウリみたいな和え物と、何これ、シューマイ、他に3品作ってるやん、全然映らんかったやん、それ、ほんで箸置きする、この食卓、さっきのね、胸肉のチリソースと、はい、美味しそうですね、これは冷凍のシューマイ、冷凍のシューマイなんですね、味付け卵ですね、味付け卵作ったんですね、これはめんつゆにつけました。これが本当は麺棒とかで叩いてから切る、ちょっと叩くぐらいでよかったのに、麺棒とかで叩いてから切る、あの木の棒のことですか、すいません、僕この耳のあれのあれの麺棒を想像しました、麺とかね作る時のあの棒のことですね、すいません、どっちが間違ってんだこれは、もう瓶の底でもオーダーしちゃってね、なんかちょっと砕けすぎてる、かわいそうな瓶の底でこうやって、うん、よっかと今からビール入れます、はい、いただくんですね、いただきます、はい、いただくんですね、ご視聴ありがとうございました、え、あら、乾杯、乾杯やない、バイバイ、乾杯やない、え、サメジムキエでした、終わった、みんなの動画って急に終わるの、いや、食べるところ映さへんのか、
ねえ、皆さんも思いません、食べるとこ見たいでしょ。またサメちゃんが食べてるとことかなんかそんなのはまた別で送ってもらいましょう。すいません、今回は、サメちゃんがずっと炒めてる動画でございました。さあ皆さんも最後まで本当に見ていただいて本当にありがとうございました。明日もステイホーム企画ございますね。明日もいったるで、最後まで見ていただいてありがとうございました。また明日、さよなら。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。みんな鉄道でございました。